全日本大学女子駅伝名城大最多7連覇3区でトップに逃げ切る。全日本大学女子駅伝が仙台市で行われ3区でトップに立った名城大が外国人留学生を要した大東文化大や立命館大を振り切り史上最多となる7連覇を果たしました。 今年で41回目となる大会は、6区間のうち4区間でコースが変更され、合計38キロで争われ、全国から25校とオープン参加の東北学連選抜の合わせて26チームが出場しました。レースは1区で立命館大の3年生、村松藤選手がトップに立ち、2区でも1年生の大田崎幸選手が区間賞を獲得して、トップを守ってた隙をつなぎました。 7連覇を目指す名城大は3区で2年生の石松愛朱香選手が立命館大をかわしてトップに立ち31秒差をつけると続く4区でもトップをキープしてタスキをつなぎました各校のエースが揃う最長9 2キロの5区ではトップから1分13秒差でタスキを受けた大東文化大の1年生サラ・ワンジル選手が圧倒的なスピードで4位から2位に順位を上げトップの名城大に15秒差に迫りました それでも名城大は最終6区で3年生の谷本七枝選手が区間賞の走りで逃げ切り2時間4分29秒のタイムで史上最多の7連覇通算8回目の優勝を果たしました2位には52秒差で大東文化大が入り3位は同タイムで立命館大でした4位は城西大5位は日体大6位は大阪学院大7位は関西大8位は東北福祉大が入り8位までが来年の大会の出場権を獲得しました 全日本大学女子駅伝、名城大が、全人未到の V7 達成3区石松愛主家で、逆転大東大などの追撃かわす。放置新聞社公演第41回、全日本大学女子駅伝対抗選手権、29日、広志新ゴムアスリートパーク仙台発着、6区間38.0キロ。名城大が2時間4分29秒で連覇を、7に伸ばした。 名城大は序盤は立命大に首位を譲っていたが、3区で29日が誕生日だった石松愛主か2年が1キロ手前で追いつくと、ガッツ溢れる走りで3キロ過ぎに突き放し、一気に独走状態に、最長区間9.2キロの5区で、今回の世界ユニバーシティ大会女子ハーフマラソン代表の原田咲2年が後方から追い上げる大東大の留学生、サラ・ワンジル1年の追撃をかわして、首位を死守。 アンカー勝負でも谷本七恵3年が力を発揮し V7 のゴールテープを切った。今年はブダペスト世界陸上代表の山本有りさら国内屈指の実力ある選手が卒業。加えて主力に故障が続いていたが長年染みついてきた伝統の駅電力を発揮。1区は故障で苦しんでいたエース米沢七ワ7校2年が首位と肉迫する維持の走りを見せると。 高校時代は無名だった2区の力丸会で、1年は一時戦闘を走るなど、大舞台で力を発揮し、後半の躍進につなげた。全日本大学女子駅伝、名城大が史上初の7連覇達成。3区石松がトップに立って逃げ切り。第41回全日本大学女子駅伝、2023年10月29日、宮城県仙台市広志新ゴムアスリートパーク仙台市役所前市民広場、6区間38.1キロ。 第41回全日本大学女子駅伝は29日宮城県仙台市の広志信ゴムアスリートパーク仙台市陸上競技場から仙台市役所前市民広場の6区間3 8 1キロで行われ名城台が2時間4分29秒で史上初の7年連続8回目の優勝を飾った2位は大東文化大3位は立命館大だった1区で2枚看板の一人米沢7校2年が立命館大に次いで2位発信 2区の力丸会で1年が区間2位のタイムで順位をキープし、3区のもう一人のエース、石松愛樹か2年が逆転して、後続に31号差をつけてトップでタスキリレーした。4区、矢部谷が1年、5区原田咲き2年も着実に順位を守り、3年連続出場の最終6区の谷本奈々江3年が7連覇のゴールテープを切った。